久保さん。まあ確かにね、YouTube って危険なんですかね。まあ多分あの、あの、銃が許されてる国の方が危険だと思うんですよね。<laughs> みんな銃持ってんじゃないですか <laughs>。まあ日本は安全牌だ。まあ他のね、銃社会に比べると安全牌だと思いますけど、そうは言ってもね、なんか池袋を歩いてたら、なんかおじいちゃんの車突っ込んでくるみたいなね。 あったりとかこう家に家でカメラに向かって死ぬことがありえんのかと <laughs>、ね、<laughs> でも池袋歩いてたら死ぬ可能性あるんですよ池袋の事件から何年経ったちょっと調べていいですか池袋あれの,ほあの裁判でダメだったんですよね池袋あー交通事故 あの、アクセルとなんか。あ、池袋暴走事件。池あ、東池袋自動車暴走事件。これが、いつだあら、これ2019年か。いや、まだ、あ、2年前、もうなんか結構経ったかなと思ったんですけど。うーん。そう。だから お母さんと子供が亡くなっちゃったんですよね。うん。ど,どうですかねうん。まあ、少なくてもカメラに向かって動画撮ってて、惹かれることありえますないですよね。だからまあ、普通に生きてた方が危険なんじゃないかなと思いますけどね。<laughs> うん。普通に生きてたらリストラのリスクもあるし。 給料が下がるリスクもあるし、年金もらえないリスクもあるし、交通事故あう危険性もある、リスクもあるし、コロナにかかる危険性もあるし、リスクだらけじゃないですか。だからなんかね、僕は平和ボケしてると思うんですよね。うん。どう思いますかね、久保さん。なんか日本ってね、本当平和ボケしちゃったんじゃないかなと思うんですよね。 なんかそこら辺にリスクなんかいっぱいあるわけですからなんかそのネットビジネスやれるやれないとかもはやリスクなのかなっていう稼げるか稼げないかっていうリスクなのかなと思いますけどね全部リスクあるよって話で生きてるだけでリスクじゃないですか食べるリスクもあるし最近は食べない健康法みたいな本売れてますけど 食べるから病気にかかるみたいなね <laughs> うーんまあだからな,な,なんか血糖値が上がるとかね糖尿,糖尿病になるとかね自分があの風痛になるとかねどうですかおいしいものを食べてたら風痛になるリスクあるんですよ <laughs> <laughs> もうだからリスクだらけだと思うんですよねうんだからリスクと戦う乳酸菌ですよ言ってらっしゃい。